はい、チャオ、カメカです。今日はですね、6月21日、水曜日からのですね、えー、明日ですね、えー、日本株を中心にした短期の私の相場感、そして気になる金融と経済とビジネスの動きですね。そして最後に、今日のですね、えー、材料が出た明日動くかもしれないですね。注目株2銘柄ということでご紹介していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、買いもですね、結構伸びてきましたので、僕ね、伸びるのがめっちゃ早いんですよね。なので、ちょっと エッチエッチなのかもしれないといね。大体男性が髪が伸びるの早いと、エッチって言われますよね。まあ、エッチエッチと表現しましょうと。エッチなのかもしれないですけども、もう本当にですね、えー、人用の、人のですね、まあ、2倍、3倍ぐらい髪が伸びるのが早いので、まあね、今週髪を切りに行くっていう予約をした、そんな髪岡なんですけども、まあそんな中ですね、えー、日経平均ですね、 午前中下がりましたね。大きく崩れて、あこのままですね、調整入りするのかなと、いよいよですね、メイちゃんってことでね、えー、あの、隣のトトよのメイがですね、やはり6月後半っていうのは崩れやすいと。これはね、このチャンネルで話してきたことなんですけども、まあ、覚えていたらこちらの方に、えー、そのね、えー、アノマリのグラフを出しますけども、おこの30年間ですね、過去の,そのデータをですね、に基づいて、その平準ですよね、平均値を取った場合ですね、 どちらかというと6月前半よりも後半のが下げやすいというのが分かっています。なので今ここに来て、まあ、崩れてきているというのはアノマリがですねまたここで当てはまる可能性がありますよね。結局ここでまあ下がってしまうとですねこの30年間のデータの中だとですよその法則性が、まあ、にマッチしたと、まあ、その通りになったということでそのデータの中にまたね蓄積されていってしまうということになるんじゃないかなと思いますが メイちゃんがやってきた可能性はまあ、ありますよね。ということで日経平均ですね下がってね、えー、あのマリ通り行くかなと思ったら18円高ということで小反発したということになっています。ただですね、えー、日経平均は上がったんですが気になるのはトピックスですよね。えー、トピックスの方は、えー、下げ下げたということでまあウォーレンバットがね消費者株を買ってきたっていうところで。 まあ、商社関連ですよね。は、上がっていますが、鉄鋼などですね、この後中盤で話しますけども、それ以外の、いわゆるですね、これまで強かった銘柄はですね、むしろ下がってきたと。逆にですね、マザーズも今日はですね、続進をしているので、このあたりですね、えー、ちょっと今日は中盤で解説をしていこうと思いますが、ただですね、えー、先物を見るとですよ、205円安ということで、今、日経平均下がってきているんですよね。なので今日は、まあ、なんとか、 え、買い戻しがあってですよお。個人投資家かもしれないですけどね。ここに来て、えー、18円高っていうことで今日上がりましたけども、再びですね、えー、明日以降、値を崩してくる可能性があります。そして今日からですね、米国株もですね、相場始まりますので、今のところ米国のですね、ニューヨークダウの先物も,も48円安ということで、いや違う、136円安か。 結構下がってますね。えー、ということで、ニューヨークダウンの方もですね、先物下がってますので、まあ、明日以降ね、えー、しばらく、まあ、難聴が続く可能性がありますね。うん。まあもし、もしかしたらですよ。もしかして、ちゃったえー、下がったところは絶好の会話になるかもしれませんので、そのあたりは、まあ、今夜の米国のですね、ニュースなどをね、えー、まあ、見ながら、この1週間ぐらいで、どこが会話かっていうのをですね、私なりにですよ。あ,あくまでね。 ドンピシャで当てることは難しいので、私なりに、まあ、判断をして、まあ、このラインが買えばかな、ということをね、えー、今週どこかで解説をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、メイちゃーんってことで、まあ、セルインメイが来たと。まあ、これについてはね、もう,もう何度も話しているので、まあ、過去の動画を洗ってもらいたいんですけども、かもしれないなってことで、あとね、今日、宣伝があります。カバーアカデミーさんと、おインベストメントカレッジさんですね、えー、からですね、 え、ご依頼を受けましてと言いますか。えー、ま、特別にですね、えー、このようなですね、えー、賢い信用取引の教科書っていうですね、えー、ま、そういった無料の教材をですね、ご提供するっていうですね、えー、オファーがありました。ま、あ、信用取引ですね、まあ、怖いと。このチャンネルで何度も話してるんですけども、そんな初心者でも,で,もですね、信用取引が使いこなせるというですね、 ま、そんなですね、えー、無料メール講座ですね、えー、を、まあ、この、教材と一緒にですね、えー、学べるっていうですね、まあ、そんな、えー、一つ、教材、まあ、テキストになりますね。それから、えー、こちらのですね、インベストメントカレッジさんですね。こちらはですね、えー、右肩上がりの米国株トップ25名柄ということで、こちらもですね、こちらのメール講座に、まあ、登録いただくとですね、えー、その25名柄のですね、レポートを無料で受け取れること。 いうことになっていますので、まあ、米国株、それから信用取引ですね、興味がある方はですね、えー、こちらのメール講座をですね、ぜひ、まあ、えー、登録いただいてですね、えー、勉強してもらうといいんじゃないかなとは思っています。ということでね、美考欄に、えー、そのメール講座のですね、登録フォームを設けてありますので、ぜひね、えー、そちらの方も合わせて見てもらえたらなと思っております。そこに詳しくですね、えー、解説もありますので、そちらの方も読んでみてくださいと。 いうことでね、前置きは長くなりましたので、早速本題に移りたいんですが、日経平均ですね、プラス18円高ということで、まあ昨日大きく陰線をつけて、なんとかね、えー、踏ん張ったと言ってもいいんじゃないかなと。ギリギリのところでもう踏ん張りましたよというところで。まあこれね、下髭をつけて、えー、いますので。 まあかなりですね、まあ下に行くところで買いが入った。これは個人投資家かもしれないですね。やはりその買い場を待っていた。もしくは、押し目を待っていた可能性がありますから。ただ、まあしばらくね、3万3000円ぐらいまではちょっと下げそうな気はしますし、場合によってはね、3万2000円ぐらいのところに、えー、下値の節目的なところがありますので、ここまでね、1週間、2週間ぐらいかけて下がっていく可能性もあるんじゃないかなと思います。ただ、 三万二千ぐらいまで下がるとですね、昨日の動画で解説しますよね。この二十五日移動平均線に対してかなり改良していると。なので、逆にこの二十五日移動平均線でコツンとなる。つまり、そこを今度ね、下値抵抗線にして再び反発をするというのは、かなりですね、自然な流れになりますし、まあ、これが、まあ理想のチャートのですね、トレンド計算の仕方ですよね。このまま、 この25日の移動平均線に対してですよ。ずんずん帰りしてしまったら、僕どこまでね、えー、離れていくのみたいな。むしろね、引力から離れて、もう、行っちゃいますよ。と。どこまでね。インナーセラー状態ですよ。と、これ。映画見てないとわからない。映画見てないとかなりわからないですけども。インナーセラーかよ、みたいな。まあ、そんな状態になっちゃうので、やっぱり一度25日の平均線に戻ってくるでしょう。ということで、ちょうど3万2000ぐらいまでね、えー、下がってくると、今日話しちゃいましたけどね。 えー、この25日移動平均線まで接近するので、ここでコツンとなってね、えー、再び上昇するというのは、まあ逆を言えばですよ、うん、踊り場として考えても、またね、移動平均,的動平均線的な、えー、買い場として考えてもですね、まあ一つあり得るシナリオなんじゃないかなと思っております。 まあ、ただね、今夜の状況とかをね、米国株もですね、えー、見ながら、えー、最終的な判断は今週ですね、皆さんにシェアしていきたいと。あくまで私の仮説シナリオになりますけどね、とは思っています。まあ、帰りすぎましたね、えー。昨日ね、どのぐらい帰りぎるのかなということで、視聴者の皆さんにね、えー、逆に教えてくださいって言ったら、確か5.5%ぐらいの帰り率だったということでね、えー、いうことです。うん アタメさんの方でね、ちょっといろいろそれも、逆に、今後のシナリオですね、コメントで教えてもらえたら、それはそれで僕も勉強中、まあ、キャッチアップ中ですので、いや、こんなシナリオが考えられると。いや、もう、再びですね、大きな暴落が来るというね、シナリオもあると思いますので、逆にね、理由とともに教えてもらえたら嬉しいなと思っております。ただ、マザーズがね、今日上がってますね。なので、上昇はですね、比較的、マザーズは堅調と言いますかね、 えー、顕著に続いていると言ってもいいんじゃないかなと思います。まあかなりこの上放たれですよね。前回高値、えー、794円を突破してですね、えー、上放たれ状態ですので、わざわざに資金が集まってきているのかなとは思います。一方でトピックスは続落ということで、まあこの中国懸念によってですね、鉄鋼が下落、これは鉄鋼材のですね、 価格は下落したののかなと思いますので、まあ、中国懸念がついてるんだったら、もしかしたら、ちょっと今日はチェックしてないですけども、商船系も下がってる可能性はありますよね。まあ、最近ちょっと商船系、僕はえ2年前にね、商船株来ますよとね、話をして、えー、実際に来てですね、大きく上がった後ですね、商船株下がりますよと言って、まあ、ちょっとね、その後難聴になった後、もうノーチェック、まあ、そんなに僕ね、えー、毎日毎日相場全体を を把握するわけじゃないので、一度も相場がないかなと思ったら見なくなっちゃうのでね。もしかしたら <laughs>、本当に見てないのでね。えー、なんかこう、やらせでなんか見てないふりをしてるわけじゃなくて、本当に商船株も見なくなっちゃってるので、上がってたら申し訳ないですけども、結構だから鉄鋼も下がってるってことは、その積み荷がないっていうことになりますからね。石油も下がっていますしね。商船株も下がってる可能性はありますね。 うん。間違っていたら申し訳ないです。本当に見てないので、リアルに。っていうことで、えー、ただ、勝者株は上がっているってことで、これはバフェットさんがね、買えましを宣言したということで、えー、7%から8%ですよね。近く、各5勝者ですね。買えましていましたね。もう勝者しか目がないのか、という形で、バフェットさんはね、とにかく、日本の勝者に目をつけて、ひたすら買えましていると、いうことになりまして、これがトピックスの 動きになりますから、この今、僕がね、えー、マーカーを引いたところですね。それに完全にアウトパフォーマンスして、えー、全商社株がね、え軒、ー、並み上がっていると。特に三菱商事ですか、うん ま、どれもね、なんか似たような色なので、え、ちょっと分かりにくいですけども、三菱商事がこれか、一番まあ、え、大きくアウトパフォームしてるんじゃないかなと思いますね。まあ、ここからですからね、みんな等しいところから一気に、等しいというか、まあ、これはあれなのか、平均値で、え、表せるから、まあ、スタートが同じなのか、帰り率で表せるのか。あ、ごめんなさい。だから、まあね、え、一番三菱商事がアウトパフォームの帰り率が高いということになりますね。日経平均に対してね。うん。スタートが同じなのは、まあ、これはその帰り率で表せるからということになります。 で、えー、先物ですね、繰り返しになりますけども、冒頭のですね、えー、ニューヨークダウがですね、今日から明ないが始まりますけども、米国ですね、136ドルということでマイナスになってますので、まあ、それに釣られるような形で、えー、まあ、日経期も、まあ、一呼吸、踊り場を設けるような形で、明日は下がっていく。 うん、もしかしたらね、3、4日、1週間ぐらい、ま,あ、まだ6月相場、えー、ちょうど1週間ぐらいで終わりますからね、えー、下がっていく可能性がありますし、そうなるとセルインメイが、まあ、実現したということなので、あの周り、すげえなということになりますけど、もちろん結果は分からないのでね、えー、また6月相場が終わって、7月になった段階で、それはね、えー、ジャッジしていきたいとは思っています。 で、ここからね、えー、注目の2銘柄ということで話していこうと思うんですけども、2、3銘柄か,か。うん。えー、まずその前にですね、微コーナーで、えー、ここから1億稼ぐ7つの戦略ということで、えー、僕はですね、創だけ26年にもうなりますけども、その中で培った1億稼ぐ投資家になるための戦略執行注意点というですね、動画を特別動画として、こちらも微コーナーでね、えー、紹介していますので、見てもらえたらなと思っております。それから、 1>, 1月から4月までですね、1300万円の利益だったんですね。そのやり方、理由もですね、えー、解説した動画をこちらのビコ欄ラで、えー、リンクを貼っていますので、ぜひ見てもらいたいなと思っています。ということで、今日はですね、1銘柄目ですね、材料が出たものになりますけども、DLE ですね。ごめんなさい。DLE になります。ちょっとネタが出ちゃいましたね。えー、申し訳ないです。<laughs> 今期の最終を 8倍情報修正ってことでいい決算内容なんじゃないかなと。おそらくこれ今日のサムネイルに出てるんじゃないかなと思いますね。8倍っていう形でね。えー、確か、えー、従来予測の2000万円の黒字を1億6000万円の黒字ってことで、まあ、しかもね、前期は5億円近くの赤字だったので、まあ、えー、V 字回復と言いますか。まあ予測がそもそも2000万なのでね。 まあ、それはまあ、それはね、その予測の、その、見込みがかなり低いところに設けられていたので、まあ、そこから8倍予測、情報修正というのは、まあ、その、意図的にやってる可能性があります。まあ、これはでも IR 戦略なので、えまあ、それは別に悪いことではないのでね、DLE さんね、えまあ、8倍ってことは、明日以降ね、注目を浴びる可能性があります。で、どんな会社かって僕知らなかったんですよ、すべてのね。えまあ、もちろん、何度か見てると思いますけども、まあ、名前と、 えー、事業内容が一致しない会社というのがいくつかあります。5000もあればね。で、見てみたらね、えー、たの日常ね、これを YouTube でやってる会社なんだと、鷹の爪だはもちろん知ってました。太古の日常か、ってことよね、おー、と思いましたね。太古の日常、見たことありますかこれ YouTube なんですよお。実際にですね、ちょかなり不幸な、ね、OL さんの日常ですよね。 人にこう使われたりとかね、えー、なんかこう荷物持たされたりとか <laughs>、こんな不幸な人いるのかと思って見てるんですけど、僕ね、実はね、知り合いに、この太古の日常の妙子さんみたいにですね、不幸を背負ってね、不幸体質の女の人が実はお友達にいるんですよ。もう二十数年来の友達なんですけどもね、えー、女性の方で、もう会うために不幸になっていくんですよね。でも、彼女はそれを不幸だと思ってないっていうね、かなりポジティブで、えー、いるんですけども、聞けば聞くほど、 不幸って言いますかね見ていたら申し訳ないので、このぐらいにしておきますけども、ま、またそんな不幸なのえそれ結婚詐欺でしょみたいな。え結婚詐欺の上にその相手え外人さんでえで、まだ付き合ってんのみたいな。<laughs> どんどん不幸になってるけども、彼女はポジティブみたいな。むしろ前向きで、むしろ頑張ってるから。なんかそれがまたそのさらに不幸を呼び込むっていうかね。まだ、あ、応援しているんですけどね。まあ、そんな太鼓の日常ってリアル版の 友達がいますよってことなんですけど、結構面白いので、まあ、見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、業績もね、こちら、あの、ホームページに全部出てますので、公示されてますので、そちらも併せて見てくださいってことで、なので、まあ、前回高値からね、ずっとまあ、あ赤字もありましたよね。えー、前期のということで、えー、株価を下げていたんですけども、ここに来てね、えー、もう早、早々にまあトレンドが展開してるので、 まあ何かしらをね、えー、まあそういった動きを予測した回もあったのかもしれないですし、まあ実際に材料が出てきたっていうところで、まあここからね、えー、明日以降、まあ注、注目を集めるというふうにね、えー、考える投資家がいたらご自身で調べてみてもいいんじゃないかなと思っています。まあトレンドは形成しますので、まあ前回高値450円まで、まだ帰りがありますからね、まあそういった意味では面白いかもしれないですね。あとは、えー、鉄鋼ですね、今日下げましたね。日本製鉄株価安いということで、 まあ、鉱材の値下げですね。これは中国の経済悪化というところもあると思います。で、株価もね、実際に見たらですね、えー、大きく下げていましたね。えー、ただ、まあ、鉱材が下がっていると言ってもですね、神戸製鋼所もそんなにまだ、えー、上値から下がっていないですし、産業特殊製鋼もまだ、まあ、若干ね、下がってますが、それはまあ、日経平均そのものも、この2日間乱調ですからね、まだ高い位置にあるというところで、 日本製鉄がが、まあ、先行してて下っいるようには見えますね、ただ日本製鉄は、ねえー、先行して逆に上がっていましたので、えー、そういった意味では、これを一つのきっかけとして各、各製鉄系のね、えー、鉄鋼系の銘柄も下がっていく可能性もありますので、まあ、保有してる人たちはね、えーまあ、一つ、まあ、緊張感を持って、この動きを注目してもいいんじゃないかなと思って,いうこと思ってご紹介をしました。ただまあ えー、製鉄、鉄鋼系はね、下がってたところは、ハイトリマリもいいですので、えー、まあ、絶好の買い場になる可能性もありますので、このね、まずは25日移動平均線に改良していますから、えー、採用特殊もね、えー、神戸製鋼もね、えー、まずここに接近してくるかどうか、そして次は75日移動平均線ですね、そこにタッチして反発するかどうかってことをね、進め進めで判断して、えー、捉えていきましょうということで、今日は以上になります。それでは、高速で。